はい、こんにちは。まーチャンネル前原です。はい、今日はですね、久しぶりだね、これ、虫キングの動画でございますね。はい。といっても、虫キングをプレイするわけじゃなくて、新しいホルダーにですね、カードをしまい直すっていうだけの超地味な動画です。はい。そんなこんなでですね、かなり栄心くん、虫キングやってて、この、もともと持ってたですね、ホルダー、パパは全然この程度なんだけど、栄心くんがね、もう分厚すぎて、しかも壊れちゃったんですよね、ついに。もう虫の息です。これまさに虫の息。これね。っていうのはプロットの中に何枚もカード入れてんだよね。だからもう想定外の厚さになってるからここを破れちゃったって感じなんですけど。なんで今日はしまい直そうかなということでございますね。はい、でしかもこれ新たに2枚ゲットしたんだよね。あ、そうだそうだ。それ見せましょうか。はい、こちらですね。今回の SS レアのネプチューンオカブトのキラーバージョンだね。これね。と普通の写真ね。そうそうそう。普通のノーバルバージョンとキラバージョン、これ両方ゲットしたんだよね、たまたまね。あとこれだね、スマトラオヒラタクワガタ、これも SS レアですね。適当6段の SS レアですね。基本的に虫キングはですね、栄心君は 1P でプレイしているので、パパのカードは集まんないんだよ。ああ、すいませんすいません、ペペのケージが集まりません。ごめんなさい。でもね、Aちゃんのやるといい虫がいっぱい取れるんだよ。そうなんだよね。なぜかこうここだよっつって、ここピーンってくるんですね。これはって言ってね。イエーイ、ギラファー。ギラファーだね。はい、これヘラクレス版もあったんだけど、そっちはですね価格高騰してたんで、こっちバージョンは安かったんで、これに入れていきましょうよ。あ、こんなに入らないかな。そうだね。でも全80枚って書いてあった。とりあえずカード全部出しちゃえば。カード全部出す。全部。オッケー。オッケー。はい、ようやく出し終わりました。結構入ってたね。何枚あるのか数えてなかった。これをどうしよう。どういう順番で入れる？SSレア順に入れる？こんな感じ。SSレア順か。SSレアのキラ順に入れる？キラ順に入れよう。わかった。はい、ということでお引っ越し終わりました。こんな感じでバラバラーっと入ってますね。で、一応一番最後のページだけ開けます。開けてますね。このページはあれでしょう、デッキ組んだ時のページでしょう。そうだね。はい、じゃあちょっとだけご覧いただきましょうか。ここに記録カードが入ってて、でここにネプチューンカブトのキラカード、スマトラオヒラタクワガタでネプチューンカブトの写真だね。これ6段の SS レアだね。はい。同じ虫は1つの場所に全部入れてる。3枚とか4枚のやつは入れてる。結構余裕のあるポケットだったから。でもこのポルテリだけは2つあるんです。なぜかというとこちらです。でん。これですね。桃李研究員のサイン。そうだね。桃李研究員に前ねサインしてもらったんでね。ちょっと記念したポルテリということでスリーブにも入ってるし、単独で入ってますね。でここから SS レアの虫ばっかりだね。でここマレーコーカサソウカブト、5段の時にゲットできたの。ああ、そうかそうか。マレーコーカサスとかスマトラコーカサスとかさ、結構ね、虫栄心君好きで虫のね名前を動画見ると出てくるんだよね。だからついにカード化したかって感じだよね。マレーコーカサソウカブトだね。この辺からずっと SS レアですね。で途中になるとお助けになりますね。お助けのこれもキラのオオスズメバチ。そしてここにアンタイウスオオカワタの覚醒があります。ああ、そうかそうか。だからね、頑張って覚醒させたんだ。そうかそうか、そういうのもいろいろありますね。でこの辺りから S レアになりますね。でこれもいいんだよ。これ5段の時に出たの帝王ゼミ。帝王ゼミか。なるほどね。こんな感じでね。でどんどんいきますね。で途中からは全部入んないんで、S レアとレアとノーマルの虫は選抜組だけこの中入ってます。あとキラね。他は全部この中しまっちゃいました。カブトムシケースってなってけよこれ。これくっつけちゃう？くっついてないんだけどねこれね。くっつけちゃいたいな。なるほどね。いいかもしれない。でもこれで引っ越し完了です。このちょっとねボロきちゃったケースとはおさらばしても大丈夫ですね。ちなみに。僕のケースはまだ全然余裕がありますので、これはこれで使い続けていきたいなと思います。ジュダイクスとかゴホンゾウの超大型とか入ってるんだね。そうだね。パパはでもそんなにやっぱ強いカードがなくて、正直ね。キラカードとかは本当にね、レアとかノーマルしか持ってないくらいで。はい。ということで今回はですね、かなり緩めの虫キングのカードを入れ替えるというですね、動画でございました。はい。この動画見てくれる人いるのかな？わかんない。見てくれたあなた、ありがとうございます。最後までご覧いただきましてありがとうございます。はい、大丈夫ですか？はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価お願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。